あれって近くで牛見ちゃうとさ、牛肉食えなくなっちゃうんだよね。はい、おはようございます。カパパです。はい、ここはね、あずま屋さんの駐車場です。今からあずま屋さんを登って、ま、猫だけ経由でまた戻ってきたいと思います。うわ、でかっすごいガンくれられてますけどいやね、はい、もうすぐ登山口なんですがね、こっからずっと見渡す限り、まあ、高原になってますけど、まあ、ここが菅平高原で、で僕はね、菅平っていうのは非常に思い入れが深いところで、僕大学4年間ずっとラグビーで夏合宿はこの菅平に来てたんですよ。で時期的にはね、まあ、お盆過ぎが一番多かったかな。でね、まあ各大学とね、もう毎日のように練習試合でね、まあ痛いとか辛い思いしかないんですけど、まあ約それも30年前の出来事で、まあ、50の半ばになってね、改めて菅平来ると、まあ、その時の思いがね、少しずつこう蘇ってきますね。本当にね、もう青春時代真っ只中を過ごしたところなんで、非常に感慨深いところがあります。はい、それではね、ここから東屋さん登るんですけど、でルートは、まあ、小東ですね。で次中東で東屋さんというルートになります。それではここから登っていきたいと思います。ずっとね、今やぶん中なんで短パン履いてきちゃったんだよね、こういう時に限って。まあ頑張っていきましょう。こう開けた。いやー、だいぶ登ってきたぞ。はい、この先のピークが多分小東ですね。空出てきたね、うん、よし。はい、8時47分。はい、小東ですか。はい、こんな展望です。おお、すごいね。もうちょっと晴れてるといいんだけどね。目標としてる山は霧の中ですね。はい、ここでちょっと休憩します。
丸バダケブキとかってやつだね。はい、ここまで登ってきました。さっきねてっぺんにいたあの小東、もうあんなとこです。で一応こっから20分ぐらい登ると中東だっちゅんだけど、いやーこれはねいい稜線歩きだよ。ピークはそれか。帰りはね、あっち通って帰ろうと思ってるんだけど、はい、はい、9時46分、ね、中東です。はい、東屋さんがあっちですね。ここから一旦下って上り返しですね、あそこに。まあ頑張っていきましょう。こう来て下までは降りずに、こっちの稜線からぐーっと上行くわけね。はいはい、よし。僕はあの菅平でね、大学の時ラグビーの合宿やってて、まあ中日があるんですよ。で中日でね一回こっち山登りきてるんですね。僕藤谷旅館ってとこ泊まってたんですけど、旅館のサンダルで登っちゃったらしいんですよね、当時の話だと。まあ今考えればね、山を舐めるんじゃないって話になっちゃうけど、20代前半のねバリバリのラガーマンだった頃はまあそれができたんじゃない。まあ今ね改めてねこれずっと登ってんだけど、体力的に疲れたっていうのよりもどっちかというとこの笹の中をねぐーっと登ってるんでね、でたまーにこう展望が開けるんでそれが慰みになるんですけど、基本はねこんな感じなんで、ちょっとそこがね気がめいっちゃってるところですね。でそれに加えてね、まあお天気が良くならないんですよ。で自称晴れ男なんか言ってるけどね、今日で返上だねこれね。まあただあとね詰めて歩けば35分か40分ぐらいのとこまで来てるんで、一頑張りしましょう。まっちろけっけけっけだよ。よいしょ、山頂なんかも全然見えないね。山頂まであと30分ぐらいのところにいるんですけど、かなりね雨が降ってきちゃって、とねレインウェア久しぶりに来ました。あれ山頂まではとりあえずね、まあ雷がなんない限りは行こうと思ってるんですが、その先ね猫だけ回っていくかどうかっていうのはちょっと山頂まで行って決めたいと思います。まあとりあえず雨足がこれ以上強くならないと思うんですけど、行ってみます。じゃあ、はい、こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、こんにちは。ありがとうございます。すいません。あれが山頂ですね。曇っちゃった。ぐーっとあそこ大根登って山頂ですね。はい、じゃあ頂上までね階段登っていきましょう。
お、これ何でしょう。信州真田山賀神社、こっちが山頂です。はい、そろそろ山頂ですね。お今頃晴れやがって11時55分さあ下山しようと思ったら一気に晴れてきちゃった憎たらしいわ。憎たらしいね。あのね、天気が不安定だから下山しようと思ったら一気に晴れましたおー、ほんとね、山を降りると晴れるっていうのはね、これは間違いない。うわ、ほら、ふもとまで見えてきちゃった。憎たらしいね、ほんとに。稜線を歩いてる人までくっきり映ってるわ。まあ、そんなこと言ってもね、しょうがないんで。まあ、下山は注意しないと、大怪我のもとですから。まあね、考え方によってはね、一番危険な下山の時晴れてくれるっていうのは、まあ、ありがたいことなんで、まあ、それはそれで良しとしましょう。じゃあ一旦ね、カメラの電源切ります。東屋さんね、小東、中東、東屋さんと、尾根をずっと伝ってって、まあ、アップダウンをいくつか通りながら、はい、無事山頂についてまた降りてくることができました。ここはあの菅平ということで、まあ、僕も特別の思い入れがあるところでございますんで、また来たいと思います。はい、本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。カポパでした。